試合終わったな。今回の試合まで、まあ、そこそこ良かったんじゃないかな。まあ、函館ペンタゴンとの試合では、まあ、ちょっと負けちゃったんだけど、まあまあいいでしょう。まあ、次は、まあ、ジャパンカップは、まあ、楽勝だとして、まあ、あとこのアールトルトルティジャスにね、すべてを捧げようか。はい。あれ？シャリ監督、大変です。今週末の日本代表戦ですが、代表監督が高熱で指揮を取ることができなくなりました。お、代役なのか。なんなら日本代表も年俸、なんだ、100万以下でやっちゃおうかなと思ってたんだけどね。ちょっと、それは許してくれないらしい、協会が。AC パンチェットとの新戦試合らしいね。AC パンチェットと、この間試合したばっかだけど、待って、とりあえず引き受けるか。俺さ、日本代表ってさ、俺正直誰でも呼べるんだよね。ちょっと呼んでみますか。はい。なんなら、日本代表もね、年俸100万以下でやろうかな。今の年俸100万以下でやるか。もう、どうでもいい試合だからね。やっぱり、俺はね、この、緑岡 SC の選手に、それは頑張ってもらいたい。やっぱね、緑岡 SC の選手が、いや、ダメだな。いや、シンプルにこれ自分の選手やった方がいいかもしんない。もう、これからね、世界大会で沼る可能性も全然あるから、うちのチーム選んだ方がいいか。まあでももう、正直育てる選手もいないからな。うちの選手をわざわざ取る必要ない説はあるんだけど、どうでしょう。うちの強い選手はもう、呼ばれてるね。ちょっとうちの選手以外一応呼ぶか。うちの選手以外をみんな変えよう。で、日本代表呼ばれるとポテンシャルがね、確か維持されるんだよね、ちょっと。半年間だか一年だかわかんないけど。で、まあ、今日は、ニデルカ FC の、まあ、選手たちをちょっと呼ぼうかなと思います。はい。まあ、やっぱ二人でいいか、さすがに。こいつも年俸250万だからな、これ。これ、素人の方がまだいいだろ、これ。普通の高校生とかさ、呼んできた方が強いんじゃないか。どうなんでしょうか。これ、いちいちこれね、いや、これ、相当できない。いや、できないんかい。いちいちこれ、もうね、ミドル回線とこれ持っていくのめんどくせえから、3人だけ呼ぼう。その3人で、ミドル回線は、ちょっとやっぱ、本当に日本代表っていう経歴を背負ってね、元日本代表選手がいますよっていうことを歌って、もっと強いチームになってほしい。俺は救いたい。ミドル回線を。これどうだ。あ、ミスったもん。どこ、いちいちこれしてんのめんどくせえんだもん、俺。すげえ速度でもスクロールしてるわね、俺の指。やべえ。あただいた。オールインの選手はもういないか、さすがに。いないっすね。他のチームにいない？絶対いないな。じゃ、ミドルカシーの最弱選手。南。南家ってアニメちょっと面白いから、この南を撮ろうか。はい。じゃあ、今日はこの鳥犬、南、あとこの藤原をね、まあ、連れて、日本代表に、日本代表の監督として挑みたいと思います。100万以下、全然いないでしょ、多分。ここでも500万するから、やっぱ100万以下で強いのはね、破格だよな。てか、これで200万だぜ。やばすぎだろ。おいおいおい、お前、高級鳥だな。見習え、この3人を。そう、9000万高すぎだよな。あれ、まあ、試合行きましょうか。ちょっと。で、ちょっとスタメン、ちょっとうちのチーム、あんまり入れたくないんだよな。もう国運とかも、とりあえず入れちゃって。これ多分、これ、スタミナ減らないのかな、日本代表戦って。どうなんでしょう。ただそれを検証するために、うちのチームに入れるって言ってもありだけど、じゃあ、とりあえず、藤原のゴールキーパーで使う。キーパーが肝心かどうか、重要なポジションかってどうかも、知りたいんで、この藤原をゴールキーパーに置こう。あとは、南と鳥犬だね。うちのチーム、とりあえず、センターバック。ディフェンス、この、E 軍団で頑張るか、ちょっと。
っぱね、最近の浦和レッズの試合見てると、このショルツとホイバラーテンの2センターバックと西川のゴールキーパーっていうのは、やっぱほんと素晴らしい。でもやっぱそこのね、この安定感を持たせるためには、この2センターバックとゴールキーパーって大切なポジションだからね、ちょっとここのポジション、そこの最弱選手たちで、まあどうなるのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。はい。きつついえな。はい。じゃあ行きます。先日は、まあまあ、何も変えずにいつも通りやろうかな。これも検証ですからね。はい。この日本代表、これね、メディアが騒いでる。代表、なんで、株リーグの選手、ザコ選手を取ってくるんだみたいなね、記事が出てます。これや、バチがいいだろ、こいつら。フルシュワルク1番つけてんだけど。お前、2センターバック頑張れよ。違う、他の選手が違う。あいつ、こいつらにボール回させなければいいんだよ。いや、今のところは、開始5分。まあいいね、まだいいね。おい、トリケ、何やってんだよ。終わった。いや、ちょ、レザーンスカイ一人にボコされてる。やっぱこういう運命なのか。弱い選手はどこのポジションに置くのがいいかっていうのは、やっぱもっと調べた方がいいか、この試合で。もう明らかにこの通算のゴールキーパーだと今みたいな感じで、もうボコボコにされるからね。ちょっとまたレザーンスカ、ちょっと、この試合はちょっとレザーンスカを、ちょっと駆逐試合です。お前強いな、つって。レザーンスカ多分無双するんで。いっぱい点取ってるんでね。レザースカ、ちょっとうちに、金渡すから、うちに来てくれないかっていう、誰だっけ、あれ、今、うちの左サイドハーフの外国人誰だっけ、ロビンソンじゃなくて、あれ、誰だっけ、あの人。顔しかひげ生えてる人。やべ、出てこねえ。1億3000万の。やばい。チームの選手が、名前わかんねえ。しかも、100枚以上の枠をわざわざ使ってる選手なのに。あ、でもこれ意外と、思っているこの2センターバック、まだ大丈夫だ。まだ1点しかしない。嘘すぎだろ。もう2センターバック。これ、一人かしいから2人を選ばれてるからね。こんなことありえないからね。止めろ。南、頑張れ。いや、でも、お前、福、どうせ全ディフェンダー、ミドルガイシーの選手にすればよかったかもしれないわ。オールイって、劣化するの面白いな。てか、テクニックはね、ちょっと高いんだけどね。なんか、テクニックすら低いっていう。これ、1ってなら、これ、前の奴ら勝たないとダメだぞ。後ろのせいじゃねえからな、普通に。2失点ぐらいまでなら全然ね、許してほしい。この前の選手の人たちに。あんまなんかシュートも打ててないしね。全然ダメだね。コネだね、この。え？まあ、今スーパーゴールか言われるわ。あちゃー。もうちょ、何があった？シュート打った今。自動ドア。まずいね、これ。まあ、このまま行くか、とりあえず。レザースカやっぱ強いからな、本当に。こう見てもらえれば分かる通り。この能力者も申し分ないしね。早くうちに来てくれ。もう、あいつの枠、ロビンソンだっけ？ロビンソンじゃなかったっけ？もう、うちのね、100枚以上の枠を一つちょっと、ナイス。100枚以上の枠4つ、ジャパンカップ優勝したんで4つ使ってるんで、1枠とりあえず変えたいんだよ、今。桔梗、本丸も確定だし、あとも、グリフォンも確定だから、もう1枠のところを、これレザンスカにしたい。もうなんならワールドはね、したいんだけど、ワールドならね、アスカにはならで今ね、調子が、奈良が調子いいから、J2 だと。おい、遅すぎる。まあ、3失点なら、まあ、っていう感じだね。これ以上失点したら、もう、まずい。こいつらが先輩になってしまう。トリケン。
ダンスカートトリックです。まあ3点ぐらい、あと3点ぐらいならこいつらも取れるはず。頑張れ、日本代表だからね。ちょっと結構、まあでもやっぱ世界は強いからな。ね、アジアぐらいだったらね、多分アジア大会の相手ぐらいだったら多分勝てたかもしれない。ちょ、世界は強すぎる。まだね、まだ世界大会優勝してる日本チームね、見たことない。俺、そういえば皆さんありますか、このカチュビットやってて世界大会日本チームが優勝したってこと。俺見たことないんだよね。多分行って確か準決勝ぐらいやりますよ、大阪とかが。いや、まあ、もう世界ちょっと合成するか。小山も出すか。うん、ピンチョウ、うちのチームや。なんでこれ、オソネとか呼ばれてんだ。あんま強くないんだけどな。まあいいや。誰か帰化しないか。こんなか、相手のチーム。レザースが帰化させるか。うちのチーム呼んで。おい、本丸さん、ちょっとそこは、点取らないとダメっすよ、さすがに。まあでも、よく刺してんの、抑え。でも、こっからワールドワーズがシュートってね、湧かないったら多分、ゴール入っちゃうから。ここからシュート打てば、決まる。お、ナイスブロック、オリーケン。いや、オリーでもやっぱ、まあ、レザースケに当てられたんじゃない、わざと。スタミナ、おい、トリキン走れ。宇佐美が戻ってったけど無理でした。リキ・ミナミちょっといたら取ろっかな今後。まあでも100万以上だからやっぱ取らねえわ。なんでそんな500万とか普通に取ってんのこいつら。おかしいだろ。うちのこのね、うちのチームのディフェンスラインをちょっと見習ってほしいですね。もう一点欲しい。まあ別にいらねえわ。早く終わってください。はい。で、今のところね、まあ、ジャパンカップは、まあ、優勝、あ、ジャパンカップじゃなくて、N1 リーグは優勝決まりました。はい。で、残すは、あと、まあ、世界大会とジャパンカップ。この二つを、あれ、なんか決められてんだけど。いや、でもこれは、コース的に、相手がうまいわ。うん。これは、今のはすごいシュートだった。あそこシュート出したのが悪い。お、これラストプレイですね。いや、さすがのジャンプ力。まあまあ、5失点。妥当ですね。いい経験になりました。はい。じゃ今日はここで終わりです。あ、キャンデロロだ。そう、キャンデロロを変えて、さっき言ったレザンスカかワールドランを入れたい。今のところ100枚以上で取った選手は、グリフィン、まあ、キャンデロロ。まあ、キャンデロロはジャパンカップ優勝枠だね。で、あとは、これもじゃなくて、本丸と、誰だ、キキョウ。あれ、キキョウいたっけ、キキョウですね。はい。ウサミも100万だったらもう1200万の要求してきてるんで、まあまあ、これで1200万安すぎるよね。はい。100枚からの電車今このこいつらしかいねえ。いねえな。はい。じゃあ今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。